今日は近くの一番ね近くの地域では一番大きい古いくて大きい神社かなに来ました。行ってきましょう。よいしょ。桜なのでずっと桜がいっぱいでございます。お、ラテさん結構沿わないとわからない大きい鳥居でございます。桜はまだだけど桜と車と鳥居とおちょん、いい感じですね。もうちょっと下がんないかな。こんな感じか。こんな感じでいかがでしょうか。桜と鳥居と車とおちょん。もうちょっとこっちか。こんな感じ。おちょん。かっこいい。だってさ、ちくわとあとイカリング健在でございます。皆様ちくわもう一本つけたい。ちくわ二本出しにしたいですね。よいしょ。こんな感じでございます。大きいです。大きいでございます。まだずっと向こうで一番最初にあるのがここ。アマテラス。アマテラスを見かけて。はい。まず入り口。見てみましょう。何と書いてこんな感じなんだ。地図撮っておきましょう。そうですね、周り本当に何にもないですもんね。私はこの近くには住んでないですけど、車で15分ぐらい。こうやって見ると緑が何にもないのが分かりますね。かわいいでしょ。すごいかわいいです。かわいい。ちょっと待って、すごいかわいい。一緒に吸いましょう。アルコール、アルコールスプレーもちゃんとあります。アルコールして OK。 私もアルコール。今も本当かわいいです。こんな感じです。桜あれ誰もいない。寂しい。あ、止まってるんだ。へえ、あ、こういうあれが本当はあるんだね。本当はここにお水があるんですね。はい。なんか誰もいないとゆっくりと割れていいですね。空気がのんびりしてます。誰もいないからのんびりしてます。ここは亀さんなんだ。止まってるけど、ほら亀さんがいます。亀さんと一緒に記念撮影させてもらおうか。じゃあ、で
止まっております。コロナの関係で。こんなのもあるんだ。ああ、私が言ったら多分このケンケンぐらいで転びますね。転ぶやつですね。おちょんもやりたい。最初にお参りしようか。これです。本当綺麗です。これをケンケンパで行って、ケンケンパで行ってここにあれですかね。よくわかんない。ケンケンパしません。転びます。あ、ここにあれだ。厄玉を打ちつける感じ。健康のまた石でございます。本殿の横に湧き水でございます。飲めるの？でこちら、あれ、まだ鯉が、今日はちょっとまだ早いからあんまり元気がないかな。鯉が泳いでおります。湧き水でございます。何やね、あ、カエルがいる。ちょっといただいていこうかな。鯉さんが来てくれました。すごい大きい。こんなだっけかな。もっと向こう側にいます。落ち着くね。落ちないでよ。水の音は落ち着きますね。今も全部ピンク、桜のやつ、やっぱ買う人が多いのかな。3月27日、ここでちょっと、おちょん、決めるね。どうすか？こういう感じですか？ね、いい感じじゃないですか？これですね。これが夫婦松。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 だそうでございます。縁結び、関係ないか。私には関係ないよ。飲食禁止。いっぱいある。あ、ここにもある。桜、こっち桜です。桜、縁結びの桜だそうです。これも関係ないか。あ、ペット連れの、大丈夫かな。大丈夫だったかな。大丈夫だったみたい。大丈夫だそうです。鳥は、おちょんは大丈夫か。帰りながら、本当は向こう側に止めた方が良かったんですけどね。こっち、こっち、横、横に止めてしまいました。ちょっと桜の木の状態をちょっと見ておこうかな。どんな感じかなと。この辺桜の木、綺麗そうですよね。この辺全部桜です。これも桜かな。これは車です。あ、ラテさん
これはラテさんです。ちょっと桜の目を見てどんな感じかな。まだまだ硬い感じかな。つぼみがまだちょっと見えないですね。ちょっとまだ硬い感じです。あ、でもちょっとあれかな、この辺の咲いてるのある、わかりますかね。ちょろーっと咲いてるの見えますか。ちょろーっと咲いてます。もう春ですね。おちょんと一緒。上の方、あの辺とかちょっと私カメラのセンスはないので、こういう桜だそうです。なんて読むのかしらね。あ、首がだんだん痛くなってきた。あ、ここもほら咲いてます。これは車です。これはラテです。鳥居さんすごい大きいね。ちょっと記念撮影をして帰りたいと思います。